ゆっくりしていってね。どうも、レンの2号です。どうも、レンの1号です。どこで弾いたんですかね？自体には当たってないようですけど。RU はカチカチ戦車だった。時は1950年代、西ドイツ軍は頭を抱えていた。なぜならアメリカ軍から供与された車両は基礎設計が古く旧式化しており、そして西ドイツ軍も戦車ドクトリンに足らないものだったからだ。ベレはソ連軍や東ドイツ軍の T-55 戦車に歯が立たないと考えた西ドイツ軍は、1956年に戦後初となる国産戦車の開発を開始した。開発コストを抑えるためにフランスとイタリアとの共同開発だったが、試作車両は別個に製作するものだった。この時代の戦車は砲丸の性能が装甲を大きく上回っていたため、装甲は 20mm 機関砲に耐えられる程度のものにし、その軍機能力を高くする設計となった。軍が開発を急ぐあまりトラブルが相次いだが、開発自体は順調に進み、1965年に正式完備された。この戦車の名は、レオパ、間違えました。この戦車の名は、レオパルド。レオパルドはその高い性能を駆られ、西ドイツの他にも13カ国に採用された。また拡張性にも優れ、様々な派生型が存在する。しかし旧式から否めず、後継機もレオパルド2に駆られていき、2003年に退役してしまった。ドイツでは退役してしまったが、カナダなどでは改良を加えられ、未だに現役である。また、ドイツでも一部の派生型は現役である。今回はそんなドイツの名機、の試作車に持っていく。どうも皆さん、パンサー58を買おうか迷ってるレンの2号です。2号がゲームに3000年以上課金しないって言ってたのを知っているレンの1号です。でももう3000年くらい打ち込んだんだよなぁ、こいつによー。ってことでレオパルド PTA に持っていきたいと思います。PTA って何ですか？学校の教育団体ですか？ちげーわ、バスルームとあなたの略だよ。つまり、バスルーム公式ファンクラブのことだな。嘘つけプロトタイプ A 型だぞ、知ってるぞ。君のような勘のいいガキは大好きだよ。このツンデレ。てか、こいつって通報ツリーの戦車ですよね？何に3000円も使ったんですか？モジュール開発にだよ。初期攻略庫みたいな性能だから最終攻にしなくちゃいけないんだけど、開発に経験値が77,000必要なんだよね。あと、エンジンもまたクソみたいな性能だから最終エンジンにしなくちゃいけないんだよね。これも開発するのに経験値48,000が必要なんだ。そういえば、一気にこの戦車を買う前にフリー経験値12万以上を用意しとけって記述がありましたね。つまりそういうことだ。で、こいつは強いんですか？いやゴミだよ。気泡は単発、貫通、精度が高いバランスでまとまった約 5mm 砲だよ。今まで抜くのに苦労した IS-3 も紙切れ同然なくらい強い砲だね。装甲は一番硬いところでも 72mm ほどしかないけど、機動力はかなり優れていて、最高速度は 65km と重戦車とは思えない速度で走れるよ。最高の気泡に最高の機動力。なんだ普通に強砲やないですか？何がダメなんですか？深くがない。あ、おっさ。深くか6度しか取れないから、ちょっとした起伏で撃てなくなるよ。ソ連は5度しか取れないんですが、それは。それは8度以降、深く取れる圧にしか乗らないから。ってことはソ連は。もう見せた方が早いね。ほら、見ろよ見ろよ。俺の国別戦闘回数だよ。深くがないのに慣れるためにもっとソ連戦車に乗るべきでは。実はその理由でソ連戦車に乗ってみたんだけど、 BT7 まで進めてグリッチに目覚めて、今ではもっぱらグリッチ専用車両になりました。このダメ人間。そうだよ、マジで死ぬの私。お前じゃ。ってことでバッタを助けに来ました。バッタのがのりも聞こえなかったんですが、それは感謝しろよバッタ。バッタ装填おられそうだったけどな。てか今回ひどすぎんだろ。なんだこれ。今編集してるところ深夜の2時の時だからな、察しろ。あ、うん。1号も口が悪いのもこれのせいなぬあれ。てかおい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 、何タプってんだよ、さっさと参れろ。タプって勝てっていうミッションやってるから、それも消化のためだよ。ああバッタが死んだぞ、お前のせいだ。すべてあなたのせいです。そこはこのとばっちりって突っ込んでほしかったんだけど、てか歌下手すぎんだろお前。ん？あれは。もう一人の僕。
本量産型ごときが試作型に勝てるかな。言っとくけど、本戦機って量産型の方が試作型より性能高いからな。74式へ。あれは例外だ。好きな戦車だから撃ちたくないな。実はキルスティールか読み損なったボカトン。字幕は嘘つかない。まあ何はともあれ残りは STI と到達ですね。でもラムアクコが来られなくてよかった。さっき2回連続でラムアクコがダメージを受けてましたが、そんなに来られやすいんですか。来られやすいというより位置が悪いね。ほら見ろよ見ろよほら。なんだこの配置は。たまげたなぁ。まあ誘惑はしたことないんだけどね。じゃあ死ぬか。ええ。戦闘はこちらの通り、一番機をゲット。他は共同者だけ、か。てか基準低い。低くない？ってことで総評がこちらになります。はあ？ちょっと待って、適当すぎんだろ。なんなんだよこれ。ブルーセーファンパー58の販売期間が終わりそうなんだよ。ってことで今回は終わりです。待て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 納得いかんわ。おーおー、フェードアウトするなー。